というわけでね、いいおにぎりって言った。でも30円引きでした、そう、髪伸ばした、エコステつけた、めっちゃ髪黒い、あとめっちゃ長い、なんでこんな長いかっていうと、バカ高いエクステをつけたからもったいなくて、どれぐらい切りますかって言われた時に最初こんぐらいって言ったんですよ。でも、あ、高いからじゃあ長めでって言った、めっちゃバカ高くてこのエクステが、今省略してる。え？あ、ごめん。うちも省略しよう。え、しようよ。え、何してんの？え、え、うち大丈夫だよね。なんで？え、どういうこと？え？みんな行った？うん。でも10時から。あ、そうなの？うん。え、そうなの？うん。え、大丈夫だよね。大丈夫ですよね。え、大丈夫だよね。え、わかんない。みんな。え、大丈夫ってさっきそうみょんさん。言われた。ここでやっていい？うん、いいよ。ごめん、なんか場所使ってて、うん、え、大丈夫だよね。うちじゃあもう今日遅刻マンやん。確かに遅刻、確かに、いや、遅刻ではないよ。朝、朝遅刻してないのに遅刻扱いされた。そう、遅刻扱いされた。だってさ、15分からだったのにさ、うち10分に着く予定にしてたの。え、10分に着く予定にしてたの、うん、だって8時終了だったんだよ。え、違うよ、15分からだよ。だってだけどその前に説明があるから、説明いらないもん。説明大丈夫だったから。そうなの、始めていい、強気だなってきた、強気だよね。そう、強気。基本だってさ、大丈夫、間に合ってるから。お話し会とかもそう思う、いつも。え、そう、始まる時間に間に合えば。え、そう、だって始まる時間のさ、40分前とかに集合するやん。早いよね。おはよう、今何時？9時とか8時、8時、いや、9時、9時半とかかな。9時30分。おはようだ。いつもショールーム何喋ってる？え、最近マジで何も喋ってない。え、どういうこと？いや、無言。いや、無言っていうか、なんかしながらとかになっちゃう。ああ、なるほどね、で確かに何か作ったりとか、そう、朝ごはん食べた？食べてない。あ、でもアスパラ食べてた今。美味しい。え、チョコシミコの、チョコのアスパラガス、どういうこと？アスパラガスってさ、あ、野菜とかじゃないやつか。これビスケットのやつね。え、稽古今日頑張って。明日本番。うん、うん、そう、早いね。早いないか。3月31日か。え、いつから？8か7か9。え、本当に舞台やる？ね、うちも本当にやる？7か8か9が初日。え、本当にまた舞台出るの？でもさ、昨日通し稽古した。え、したの？いつの間に？すごいね。もう4回ぐらい通した。え、いつの間に？
すごっ、なんかなんか できてる、すごっ。お便りは、うん、呼吸の仕方がいいねって褒められました。かっこいい、なんかなんて言われた、ね、うん、もっといろんな球を投げれるようになってって言われた。野球、野球に例えられた。カーブとかみたいな言われたけど分かんなかった。知らないから分かんないですって言っちゃった、うん、分かんないからしょうがない。え、コメント来てる？うん、来てる。二刀流目指そうだって。おすごい、かっこいい。なんなん二刀流って、野球においてのよ。くわかんない。そう、よくわかんないよね。みんなさ、うん、みんな投げるとかやるんじゃないの。なんかさ、みんなさ WBC さ、ね、感動みたいな、ね、うん、いつやってたの。嘘でしょ。え、ごめん、え、やってた、朝とかやってたよ。やってた、うん、それはごめんなさい。でもさ、サッカーは見てたよね。うん、めっちゃ見てただよね、うん、好きな選手いった、サッカー、三笘さん。え、だよね。でさ、私がさ乗ってたさ、なんだっけ、シュープレにさ乗っててさ、なんかどっち目当てで買ったって感じだったんだけど。三笘さんのインタビューとマリアのグラビアが同じシュープレに乗ってて、うん、ラッキーだった。そう、ラッキーだった、よかったね。読めたし、三笘さんのインタビュー。お父さんが三笘好きなの。あ、そうなんだ、うん。え、お父さん好きじゃない、すごい。全然好きじゃない、うん、誰もね、スポーツ見ない、ね、うん。三笘選手、一昨日の試合もすごかった、うん、めっちゃ人気だよね、今。そうなんだ、うん、なんてコメント来てる、うん、おはようおはようばっかだよね、うん、だよね、なんでずっとおはようの。え、文句言ってんの。え、違うなんでこんなにおはようが続くのかなって。文句じゃない、あの疑問疑問、普通に。だって、まあ、そうだよね、いろんなタイミングから見る人いるもん。あ、こんばんは。いやいやいや、定型文、定型文なんだ。朝だからだよ。そうですよね。なんか朝ってめっちゃいい人多いよね。なんかそうなんだ。夜になると、え、何、夜は、え、夜やばい、なんか、そうなの、うん、その話面白くないとか、話変えようみたいな、めっちゃ来る。怖、うん、怖い。なんで、え、わかんない、過激派。え、怖い。そうなんだ。そう、そんなの来るの、うん。めっちゃ関係ない話していいかな、うん、いいよ。なんかさ、昨日さ、うん、稽古がすごい思ったより早く終わって、うん、で、カフェに行こうと思ったら、うん、行きたかったカフェが閉店してたの、うん、で、最悪と思って、うん、映画見に行こうと思って、うん、電車で移動して映画見に行ったら、うん、完売してたの、うん、映画のチケットが、で、最悪と思って、うん、そしたら、うん、メイ・ジェイさんが来てて。え、嘘、映画館に、うん、なんか会場にで歌ってて、うん、すご、生ピアノで、うん、めっちゃすごくて超感動した、うん、え、すごいね。すごかった、たまたま。え、ゲリラライブみたいな。なんか、え、すごい。でもめっちゃ人いっぱいいて、うん、ディズニーの歌とか歌ってて、ね、え、めっちゃすごい。すご、無料で聴けたん。え、そうそうそう、めっちゃすごいよ。しかも生演奏だし、うん、超すごかった。え、どういうこと、ライブ会場見て、うん、普通に道端。いや、なんかね、ショッピングモールみたいなところのホールで、うん、めっちゃいいやん。すごかった。いいな、感動した。うん、感動しそう、うんうん、話がよくわからんだってえ、今のわかんなかった今超わかりやすく話したよね。うん、なんか朝だからみんな、そうだよね、頭回ってないのかね。朝で本当無理って思った、うん、あ、めっちゃわかりやすかった。ありがとうございます。
今ドラマ見てる？なんか今もう終わったよね、うん、あ、そうなの、いろいろなんか見てた？見てない、何も。でも最近ね、うん、なんかサブスクめっちゃいろいろ入ってて、うん、サブスクの方でドラマいっぱい見てる。なんかそれってさ、うん、何かしながら見てんの？もうずっと集中してそれを見てる？早送りとかせずに？うん、集中してる。すごい。途中でさ、うん、ツイッターとか見たくならない？見たくなる。え、どうすんのそれ？見るよ、見ながらこうやって見る。え、すごい、そ、二刀流やん。すごい確かに二刀流だわ。本当にそれなんなん？え、飲んでるとこ見られたくないの？食べてるとこはいいの？うん、最近解禁した。なんでキス顔やんだってだから無理なの。そうなんだ、うん、加えてるとこみたいなのキス顔だからキスって加えるんだ知らないけど、みんなが言うじゃん、そうやって言わない。言うんだよ。過激派だね、そっち。過激なの？過激だね、うん、だからこうやってやると見せてってめっちゃ言われたからさ。え、そうなんだ。でもポッキー加えてたじゃん。え、そうだから、うちにとってはあれはすごいなんか快挙。そうなんだ、うん、じゃあファンも待ってたんだね。待ってた。よかったね、うん、え、飲んでるところ見られてもいいの？うん、 え、なんでそんなに？だって飲むじゃん。飲むけどさ、うん、そんなやばい顔して飲んでるかな？いや、やだ。もうさ、なんか食レポとかしてくださいって時さ、うん、こう食べてさ、喋、うん、るとさ、口の中見えるじゃん。え、見える、うん、嫌じゃん。嫌だ。こうやってさ、うん、ったりして喋ったらさ、顔隠さないでって言われない？そうそうそう、うん、言われる。じゃあどうしたらいい？飲み込むのかな。確かに、どうやってやってんの？ね、どうやってやってるんだろう。見えていいのかな、じゃあ。こうやって嫌だよね。うん、で、ま、持たせてそう、噛んで飲み込んで、おいしいってことなのかな。ってこと？急いで飲まなきゃじゃんね。え、ね、うん、味わえないよそんなの。確かに。そんな、でもそういうもんなのかな、わかんない。うん、難しい。え、食レポとか別にあんましたことないや。確かにしたことないけどミラモン、ミラモンとかで初期の頃そんな前ぐらいそんな前、うん、ミラモン、ミラモンとかでしかやったことない。懐かしい。うちソーラン節した。あ、ね、やってたね。うちなんかあれね、キャップガンみたいに残ってる。え、うち 何したっけ。なんで一発芸しなきゃいけなかったんだろう。え、ね、うち何したか覚えてないや。何もしないかも、うん、ソーラン節なんでしたの。え、わかんない。なんか群馬ってなんか踊りないのみたいに言われて、うん、ヤギ節があるんだけど。ヤギ節って知ってる？知らない。ヤギ節があって、ヤギ節踊ってって言われたけど、うん、できませんって言ったら、じゃあソーラン節え、てかさ、その時期にできませんって言うのすごいね。だってできないんだもん、ヤギ節は。なんかさ、とりあえずさ、その時ってさ、わかんない、ね、できないけど、はいって言ってなんかやるやん。ヤギ節できないでしょ何、ヤギ節気になるやってだからできないヤギ節って何。練習しとけばよかった、あの時、うん、ミラモン楽しかったね。でもまだ番組は続いてるもんね。すごいよね、すごいよね、うん、なんかさ、ミラモンやった時にさ、うん、めっちゃ食レポが下手すぎてさ、うん、LINE 来た、終わった後マネージャーさんから。え、なんて。え、でもなんか無理に言葉とか作ろうとせずに、そのまま思ったことを言うのが、うん、エリちゃんらしいよみたいな。なんか誰ん、あの、うん、え、嘘なんかすごい、なんか優しいね、慰めてくれた、あ、そんなに落ち込んじゃったの。うん、できなすぎて。そうなんだ。すごい励まされた。放送はどうだったの。え、でもさ、なんか別にいい感じだった。うん、わかんない感じとか、ミラモンの確かにね、なんかあって、お腹もいっぱいになったし、ヒも飾られて懐かしい。なんかさ、一回さ、サインのこと先に言っちゃってさ、サインも飾ったし、お腹いっぱいになったしって言ったら、あ、文言はさ、文言決まりなので変えないで
厳しい、すげえ厳しかった。本当に懐かしいね。ミラモン、ミラモン飯。衣装合わせした？うん、なんかやばいんだけど私の衣装。どういうこと？言えないか。いや言いたい。あのね、なんかね、うん、衣装さん以外にも衣装提供をご協力していただいて、うんうん、え、すごい。なんと、スカーフなんですけど、スカーフのお値段、え、やばくない？で、バッグを持つんですけど、うん、バッグのお値段なんで、え、なんで、怖い、え、怖い怖い、なんで怖いよね、だから大切にさ、うん、え、なんでそういうキャラ、うん、え、怖い、なんかお持ちになってるから、そういう素晴らしいものをお持ちだから、うん、その方が、うん、ぜひ使ってみたいな、え、でもチョコ食べた後触んないでね、え、怖い、はい、え、怖い、ね、お金持ちのキャラとかじゃないんだ、出してるかも、え、なんかやばい、目がすごい、ね、目がこう、目がなんかアピールしてる、アピールしてる、伝わんないかも、その表現、確かに。じゃあ私は、じゃあもう行ってくるわ、うん、行ってらっしゃい、うん、では13位スミグルイアット群馬ニア、え、っていう、12位マコピー、あ、13位タニタニ、11位カホ、10位ドヤリンチョレミヒュービッグラブ、9位エレメンツ、8位幻、7位トッサンアットダシ、6位 KK3500、 5位ファデル、4位ヒノト、3位シンゴ、2位 YS ナーさんアット、おだまりおはよよよん、1位マンカシアットダシ、ありがとうございます。ではあれ、リハーサル行ってきます。頑張って、はいはい、頑張る。